さあ最後に7番エピファネイアゲートへと誘導を受けて係員が離れましたスタートしました先行争い広がっていますが1番ラウンドワールド今日も下げました今1番後ろスタンド前先行争い全然広がって 内から4番バットボーイ久々に前へと行きますそして6番、キズナが2番手につけましたその後三3番アクションスター3番手で7番エピファネイヤ4番手から3番手その後五5番アドマイアドバイここまでが集団あとは2馬身3馬身2番、リアルマイスター1コーナーカーブそして2馬身いて今日も後方最後方1番ラウンドワールド1コーナーから2コーナーに向かいます。 久々の先行作は4番バッドボーイリードを1馬身半取りました6番、絆が2番手その1馬身後ろ7番、エピファレンや3番手で2コーナー回ってまもなく向正面。 そのうち体半分差3番アクションスター4番手そして5番アドマイアドバイここまで縦1列になりました向正面あとは2馬身差2番リアルマイスターそして2馬身がいて依然1番後ろで1番ラウンドワールド構えて前から後ろまでは8馬身ぐらいの隊列が向正面中間地点を過ぎていきます逃げます4番バットボーイの 1000m66 秒ぐらいでいきましたちょうど1分6秒遅い流れで3コーナーカーブ 2番手番手6ナ変わっていまません3コーナー回りますその後ろ、1馬身差7番エピファネイヤ3番手800を切って34コーナー中間エピファネイヤじわっと絆に体半分と差を詰めていきました34コーナー中間あとは1馬身半差3番アクションスターそして5番アドバイアドバイ2頭並んで600を切りました2馬身差、外2番リアルマイスターで依然最高峰インコース1番ラウンドワールドしかし7頭が先頭からおしまいまで67馬身一気にペースが上がって第4コーナーから直線に向か 逃げます4番バットボーイ外からねじ伏せるように7番エピファレイヤが先頭に変わったそのうち応戦する6番のキズナこの2頭の競り合いで最内4番バットボーイも食い下がって200を切って坂を駆け上がるあとは一番新半がいて3番アクションスターが4番手から前を追っていますがさあ7番エピファレイヤ、エピファレイヤち盛り返す4番バットボーイしかし7番エピファレイヤ、ゴールイン2着4番バットボーイその後6番キズナが3着。 楽々と無傷の3連勝、重傷制覇を飾った7番エピファネンヤ。